で、具体的に言うと、その3つの違うパターンっていうのが、最初はすごく短いローテーションで出てきて、円を一周するのに割とすぐ終わってしまうんですけど、それがだんだんこうもうちょっと大きな中くらいの円になって、だ当然その円周を回るのにもっと時間がかかるわけですけども、出てきて、でさらにまたもっと大きな円になって出てくるという風になっているので、だからその円の中にあちこちこう引っかかる、記憶に引っかかるポイントっていうのが作られていて、そのポイントがそのポイントを通過した時に、あ、これさっきも聞いたなっていうことに、こう聞いてる人がこう気づいてほしいっていう。